こんにちは、橘亮と申します。今日はですね、この激獣神祭カエサル、そしてこのピックアップでね、ツタンカーメンと弁財天も出現率がアップということでございまして、私ツタンカーメンも弁財天も持っておりません。で、この中でやっぱり何が欲しいかなって言われたら、弁財天なんだな。2体3体欲しいよねまあこのナイチンゲールも持ってませんけれども、ダッキーも持ってないしね、魅力もないけども、まあそれよりも何よりもやっぱ弁財天でしょうというところで、まあここにも出てますけれどもね、私はまだ引いておりません。あとじゃんけんもまだやっておりません。一緒にやってくれる人増えてくんないかなっていうことで、このねオーブ200個ありますけれども、まあ、いくつ使うかはちょっと出次第で考えております。じゃあ早速ね引きます。ガチャル、なんかいいの出てくれ、頼むよ。ストライク、ショット、ショットショット、ワルプル3体とね、ワタツミ4体持ってますね。それ以外、あー誰、予想で言っていいですか。アロンダイトじゃない、グイネビアでした。あ、なんかグイネビアってすごいいい人なんじゃない、なんか欲しがってる人多いイメージがあるけれども、あー見たことある。なるほど、アルカディアで使うのか。ワープブロック、全然当たりなんじゃない。さあ続けていきますよ。ストライク、ショット、ショットショット。ツタンカーメンはね、今どこで使うのかって言われたらあんまよくわかんないけどね、チップ層が強いっていうだけであって、バクシー、ここで終われないと。ストライク、ショット、ショットショット。なんかな、限定キャラ1体でも出てくれたらな、いいんだけどな。もうワタツミはいらないので、ワルプルギスもう1体でもいいですよ。ん、何が出るかな。あ、来た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 、めっちゃ嬉しい、超絶嬉しいんですけど、ちょっとこの感動のまま終わりたいな。カエサル、正直、まあ、今後もね激獣神祭があるわけですから、いやーマジで嬉しい。ちょっとここでやめよう。そしてね、このランク300にせよ、これもね引いていきたいと思います。これ最初に引けばよかったかな。ランク達成ミッション、おしろく限、確定ガチャか。ストライク、ショット、ショットショット。まあ何が出てもっていう気がするな。な、誰だこれ。空の彼方に出てそう。眠らない町の魔女リバティ、どなた、銃の動く銃ね、銃はもういらないかな別に。25で使える、いいじゃん。麻酔断面を、あーいいですね、アビリティのセットが重心化に期待ということですか。はい、そんな感じですかね。あとはさっきも見せましたけれども、このね、運極を100体以上にせよのこの100個はいつかの時にちょっと、ね、開きたいと思います。はい、いや大満足、弁財天ありがとうございましたということで、この後ね、動画ちょっと上げられなかった初下確定の
ガチャの動画がね、後ろについてくると思います。それも合わせて見ていただければと思います。ではどうぞ。こんにちは、立花亮です。この発言確定ガチャね、期間短かったんだよね。私ね、もっと期間長いと思って、今度引こうと思ってたら、もう今日で終わりということでございますよ。危なかった。昨日ね、後輩ちゃんに教えてもらったので、まずこのね、特玉から引いていきたいと思います。ジュエル。もう5だもんね。大人気だよね。はい。この土みたいなところが、あれかな。土みたいなところで宝石を削るのかな。魔法学園ジュエルズ5。すごいよな。発芸、今何が欲しいかな。弁財天は欲しいよね。あとは、なんだろう。わかりません。引いていきたいと思います。星玉もたまるね。はい。ということで、ガチャル。星6確定、ストライク、ショット。そうね、光の何か欲しいな。ストライク欲しいな。ストライク来てくんないかな。持ってないんだよね。あー、名前なんだっけ。誰だこれ。なんか知ってるんだけど、な、カルメン踊ってる人みたい。ビゼー。三の動く。いや、これ、どうなの？うわぁ。微妙。うわぁ、そうか、そうなるか。いやぁ、ほんとに？この後、爆絶感謝マルチガチャが来るわけなんですけれども、なんかどうしようかなっていう感じなんですよね。私の周りで、こう4人集まらないんだよね。3人とか2人とかになっちゃうから、残り1人分とか、そういうね、なんかもったいないじゃないですか。だからまだじゃんけんもできてないんですよね。じゃんけんも一応期限決まってるから、どうしようかななんていうふうに今思ってる状態でございます。まあ、もしかしたら動画に残さないで、なんか近くの人とね、やっちゃうかもしんないな。なんか人が多く集まっている場所に行ったりとかした時に、そのね、近くにいる人で集まればやるみたいな感じになるかもしれないね。はい、ということでございました。私はハズゲガチャで美勢が手に入るということでございました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ他の動画も見ていただければと思います。またね。またねじゃないんだよね。この星玉変わりますからとか言ってたのに、もう全く記憶になかったね。記憶にございませんという、あの美勢が出るとい こうショックでね、すっかり頭から抜けてしまっていたんですけれども、星玉引いていきたいと思います。ストライク、ショット。限定何か来てくれないかな。星玉期待値結構高いからね。クラウドかな。アレスね、この間重心化したばっかだよね。まあ今後に期待というところかな。埋水アンチ重力だから結構ね、最近来てんじゃない。最近来てんのはあれか、マインブロックか。まあでも初めてゲットしましたので、 ありがたくいただいておきます。美勢よりも嬉しい。はい、またね。